バイエルン福井、シレット19歳でトップ T 出場。WWW、バイエルンミュンヘンは27日に行われた DFB ポカール、国内カップ戦、1回戦でプロイセンミュンスターと対戦した。3部、チーム相手に前半だけで3点を奪うと、後半18分に3人、同時交代。ベンチ入りしていた19歳の福井太一も投入され、ついにトップチームデビューを果たした。カップ戦の前半で3点取ってるにしてもこれは快挙。宇佐美がバイエルンにいた時と違って可能性を感じる。19歳でトップチームデビューってマジで天才すぎる。しかも30分以上出るってかなり期待されてる。チームメイトからボールも回されてたし、福井も冷静にプレイできてた。レアルの中井より圧倒的に実力あるじゃん。ちょっと緊張してたの伝わったけど、明日も良かったしこのまま成長してくれ。地味にコーナーも蹴ってたのくさ。19歳の日本人がバイエルントップチームでコーナーキック蹴ってるのやばい。ボールダッシュしてからアシスト未遂のパスもしてたし良かったよ。サガン、トスからバイエルンに切ってこんな早くトップデビューすると思わなかった。カップ戦、要因でもバイエルンならとんでもない。バイエルンの一員として遜色なくプレイしてた。フィジカル強化したらトップ定着あるぞ。今回は3部相手ってのもある。ブンデスのチーム相手にどれだけやれるか。ブシェルの元でトップチームデビューってすごすぎ WWW。久保を除けば、ルーキーの成長過程の成功例。トップチームであんだけボールもらえる19歳ってマジで日本の宝。ベースアンディア福田を差し置いて、バイエルンで最速トップチームデビューは強すぎるって笑い。まだ19歳なのにじゃなくて、まだ19歳だから、期待を込めてブヘルも起用してるはず。ブンデスリーガ5節には、ベンチ入りもしてたからねこの子。福井くんはもちろんすごいんだけど、17歳でバイエルンの試合出てた、ムシアラはやっぱ異常。19歳にして、田中はおの上位互換。田中はおより早く、ブンデスデビューしててくさ。